赤坂英月の岩崎秀則です。今日はかぼちゃの田舎煮を作ります。だしのうまみとかぼちゃの甘みが存分に味わえる、ホクホクした煮物になります。かぼちゃを煮る前にあるひと手間をすることで、格段に美味しく仕上がっております。煮物に合うだしの作り方も紹介していますので、ぜひお試しください。それでは今から、だしを引いていきたいと思います。こちらが一晩水に昆布をつけて水出しした昆布だしになります。こちらに火をつけていきます。1時間ぐらいで沸くようなイメージで、火を入れていきます。はい、だいたい、昆布だしが、80度を超えてポコポコいってきましたので昆布を引きます。このだしを引いた昆布ですが、せっかくなので佃煮にしたり、塩昆布にしたりしてぜひ、使ってください。それでは鰹節を入れていきたいと思います。しっかり、だしの中に落としていきたいと思います。こう沸いてきましたら、こうちょうどポコポコポコという、軽く沸騰している状態ですね。このような状態で、12分間、この鰹節のうまみを全部煮出していきます。ことこと12分経ちましたので、こしていきたいと思います。寸胴にざるを引いて、ペーパーを引いてこしていきたいと思います。このようにこせたら完成です。下ごしらえを始めていきたいと思います。よくこう種をきれいに取った状態のかぼちゃです。今日は2人前で4分の1ですのでこのサイズになります。まず食べやすい大きさにカットしていきます。だいたいこのような形、中心の部分と上の部分、下の部分、これ3つに分けていきます。この軸の部分は硬いので外しておきます。だいたい4分の1の上下のところは3カット、これぐらいのサイズでいいかと思います。真ん中の部分です。これは4カットぐらい、これで全て削れた状態になります。ここから余分な部分ですね、こちらを取って盛り付けた時に平らになるように底の部分を切り揃えていきます。あとは形を整えていきます。ここまでできましたら皮を薄く剥いでいきます。このままでも食べれますけれども、若干皮が硬いので、皮を薄く剥いていきます。この時に、あまり皮を厚く、剥きすぎると、かぼちゃのこの、黄色と緑の綺麗なコントラストがなくなって全部真っ黄色になってしまいますので、皮の青い部分を残すような形で、剥いていきます。それではかぼちゃを、面取りしていきたいと思います。面取りする理由ですけれども、煮崩れを、少なくすることですね。あとはもう見た目にも美しくなりますし、だしに設置する面が増えて、味が入りやすいという、点もあります。ちょっと面倒かもしれませんが、ぜひ面取りをしてください。炊く前に、砂糖をまぶすところですね。あらかじめ砂糖をまぶして置きますと、砂糖の浸透圧で、かぼちゃの、中身からこう水分がじわじわ出てきまして、白い砂糖が、透明に変わっていきます。分量の砂糖を入れましたら、全体に、砂糖がまぶさるような色ですね。この状態で、30分ほど置いておきます。先ほど砂糖をまぶしたかぼちゃ、30分経つと、
こんな感じになります。もう砂糖が全部、透明になって、かぼちゃがコーティングされているような、これだけ見ても美味しそうな感じですね。それでは今から、炊き上げていきたいと思います。分量のだしと薄口醤油を入れます。そしたらですね、落とし蓋を、今日はアルミホイルでこんな感じで作ってありますので、落とし蓋をして、強火、で一気に炊き上げていきたいと思います。だしの汁気がだんだんなくなってきましたので、仕上げに入りたいと思います。まず落とし蓋を取ります。今もうこのような、状態になってますね。これぐらい、汁が煮詰まってきましたら、ずっと強火だとちょっと焦げる恐れがありますので、火を少し弱火にして、じっくりこの汁を、煮詰めていきたいと思います。このぐらいになりましたら、あとはもう余熱で水気がなくなりますので、これで完成です。この時に、竹串とか、金串で、かぼちゃを刺してみてスッと火が通れば、出来上がりです。盛り付けていきたいと思います。かぼちゃの田舎煮完成です。